東京婦人歩道院婦人歩道院とは、売春防止法第17条に基づく歩道処分が、なされた、満20歳以上の女子を収容し、これを構成させるために歩道を行う施設であり、法務省の設置する強制施設の一つである。根拠法は、婦人歩道院法。唯一、東京都秋島市に、東京婦人歩道院が設置されている。 婦人歩道院では明るく開放的な環境のもと、まず売春に対する価値観と態度の変容を目標として指導や面接を行うほか、さらに裁縫、炊事、園芸等の作業を通じ生活技術の習得や勤労意欲の喚起を図り、生け花な,などによる上層面での指導を行っている。医療では特に性病の治療に重点を置いている。また、 退院後の環境に恵まれない入院者が多いので、関係機関との連携をとっている。新規収容者は、1960年に最大の408名に上ったが、1982年からは一桁にとどまっている。平成に入ってからは、1989年に4名、1990年3名、1991年2名、1995年1名、 2005年1名、2011年1名、2012年1名、2014年1名、及び2017年1名となっている。収容時には減少しており、東京婦人歩道院職員の2019年度予算定員は2名。同婦人歩道院の職員は全員八王子少年、間別所に併任されており、事実上専属の職員は存在しなかった。 1985年以降、唯一設置されている、婦人歩道院である。平成4年版犯罪白書第4編第3章、第3節婦人歩道院における処遇法務省白書等データベース、法務省法務統計 DB 平成31年度、一般会計予算財務省。ありがとうございます。